皆さんこんばんは、熱痛たきりの清水です。今日は、高速道路で走行不能になった時にどう対処するかをお勧めします。皆さん、高速道路を走る時に三角表示板、携帯が義務付けられていることは知っていますか？こちらは使い方とっても簡単です。広げて合わせて足を出すだけで OK です。この三角表示板、車からどれぐらい離れたところに置かなければいけないか皆さんご存知でしょうか？皆さん短いです。正解は 50m 以上後ろに置かなければいけません。またこの三角表示板と一緒にですね、この発煙筒を一緒に置かなければいけません。この発煙筒の場所はですね、助手席の足元のこちらについております。では実際に 50m がどれぐらい遠いのか行ってきます。では次に発煙筒の付け方のご説明をします。まずここから引き抜きまして、逆につけます。そして先っちょについているキャップを取って、ここに吸い付けて火をつけます。いきます。はい、このようにつけます。でこれも 50m 先に置いてきます。いきます。はい、で発煙筒にはこのように有効期限がありますので、こちらが切れていないか確認してから使うようにしてください。切れていると火がつかないかもしれません。また他にですね、こちらの LED タイプもありますので、このように光ります。この3つありますので、詳しくは熱痛たきり福井でお尋ねください。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。